どうもこんばんは。はい、今日はですね、どこに向かっているかって言いますと、アンパンマンミュージアムに向かっております。まあ、ちなみにアンパンマンミュージアムって何箇所かあるんですけども、今回向かっているところは神戸のアンパンマンミュージアムに向かっております。今大阪から電車に乗って思いっきり向かってますので、はい、着きました。もうすでにね、あの神戸駅着いた時にアンパンマンおるんですよ。今ねちょっと見えなかったんですけど、まあ、ちょっと見えるアンパンマンいましたという形で、ハーバーランドを突き進んでいくんですけども、私ねハーバーランドってあんまり行ったことなくって、ちょっと娘うるさいですね。娘がねめちゃくちゃ喋ってくるんですよ。もうね、娘が今2歳なんですけども、アンパンマン激ハマり中でして、もうこれはアンパンマンミュージアム一緒に行ってあげるしかないなっていうところで、今回アンパンマンミュージアムに向かっております。はい、で、神戸って結構人いるんですよね。あ、もうはい、ここにもバイキンマンいらっしゃいました。なのでアンパンマンミュージアムまで行くのに割といろんな施設とかもあって、これ結構住みやすい街なんだろうなって正直思いました。まあちょっとあれですよね、多分マンションとか、ここのマンションって多分高いと思うんですよね。なのでなかなか上流階級の方しか住めないと思うんですけども、住めるのであれば結構いい場所だなと思いました。海へとかもいろんなお店入ってますし、あと赤ちゃん用品のバースデーとか島村とかも近くにあったので、ほんとかなり住みやすいんじゃないかなって。あ、はい、テンション上がってます娘。はい、アンパンマンミュージアムが見えてきました。ちょっと娘のテンションが爆上げ中ですね。まあこのところどころにあるアンパンマンの石もめちゃめちゃ可愛いですよね。まあこんなんがいっぱいありますね。はい、来ました、アンパンマンのお出迎えです。はい、娘激テンション上がり、もうあのテンション上がりすぎてこけてますね彼女。なんでこんなにアンパンマンって子供に好かれるんですかね。なんか一回は絶対通るよって先輩に言われてたんですけど、いやいや、うちそんなアンパンマン見してないからなと思ってたんですけど、めちゃくちゃ見てますね。めちゃくちゃ通ってます。アンパンマン皆さん必ず通るんで、2歳児ぐらい覚悟しておきなさい。で、施設的にはモザイクと一緒に被ってるんですけども、まあ、モザイクとあと隣にアンパンマンミュージアムがあるっていうような感じです。じゃあ早速アンパンマンミュージアム入っていきたいと思います。あ、そうです。はい、入りました。入るとですね、もうあからさまに、まあ娘のテンションが上がったのはもう分かったと、分かりましたと。思ったよりね、正直な感想言いますね、これ思ったより小さかったです。そんなに大きい施設ではないんですけども、子供はめちゃくちゃ喜ぶ施設ですね。で、親としてもいいところは、なんて言ったらいいですかね、いっぱい写真が撮れるスポットがあるっていう感じですかね。で、海が見えるんですよ、ここ。すっごい綺麗じゃないですか、後ろすんごい綺麗なんですよ。ここ撮影スポットです。はい、シャッターチャンス。はい、ここもシャッターチャンス、娘ダブルピース。くどいようですが、ここでも娘ダブルピース。娘は赤ちゃんマン推しです。で、赤ちゃんマンって男ってみんな知ってました？男の子ですからね、赤ちゃんマンなんで。で、こういう感じの、あの滑り台とかあって、
まあ、ここ結構、ちびっこは滑って遊んでましたね。楽しそうにしてましたよ。はい。で、他のプレイルーム的なところとしては、まあ、結構小さい子でも遊べるような遊具多かったんで、その面はすごいいいんじゃないかなと思いますね。1歳とかの子でも、微妙に遊べるんじゃないかなとは思います。はい。で、ここのところでは、誕生日月だと、なんか名前を書いたメダルって言ったらいいんですかね、首飾りみたいなのがもらえるんで、ぜひもらいましょう。はい、娘シャッターチャンス。この頭につけてるアンパンマンを一緒に作れるんですよね。なのでこれを作って、娘誕生日月だったので、ここの首にぶら下げてるアンパンマンのものをつけてますね。はい。で、中にはこういうミニチュアのものがあったりして、結構ね面白かったですね。ちっちゃいんですけども、わりかし凝ったやっぱものがいっぱいあって、私的にはかなり良かったですね。はい。ドギンちゃん、食パンマン様が大好きと、まあ、バイキンマンもいるんで、きっとバイキンマンのことも好きなんでしょうね。で、アンパンマンミュージアムの外に出たところに、もう一個離れみたいな感じでバイキン秘密の基地っていうところもあるんで、これも忘れずに行ってください。中で結構遊べるところがあるので、こちらも忘れずに行ってほしいスポットです。いいね、これぐらいの傾斜がいいね、滑りやすいんだよっていう感じで娘は滑ってましたね。はい、ダブルピース。あのね、なんでかわかんないんですけどね、うちの娘ダブルピースするんですよね。めちゃくちゃダブルピースしてますね。はい、ここでもダブルピース。なので親としては結構シャッターチャンスだらけでしたね。他の場所としては、こういう働くスペースみたいな感じで交番であったりとか、あとこういうアンパンマンのパンを作る工場みたいなものであったり、あとアイスクリームですね、こういうアイスクリーム屋さんもあったり、お寿司屋さんもありましたね。まあ、こういうところで結構写真撮影すると結構いい感じに撮れるんで、ぜひお子さん立てるような、ちょっと理解できるような感じだったら、もう立ってもらって写真撮ると楽しいと思います。はい、ここでも娘フジヤとアンパンマンコラボの隣で娘コラボダブルピースで、ここアンパンマンのほんまのパンが売ってるんですよ。ほんまのパンなので、いや、これはね結構かわいいです。ほら、かわいいでしょ。こんなパンがね売ってるんですけど、すーぐ売り切れちゃってるんですよ。もう私行った時ね、なんかね、もうカレーパンマンぐらいしかなかったんじゃないかな。なんで最初に行ったら最初に買った方がいいかも。もうすぐ多分これなくなってます。で、アンパンマンは絶対あると思います。はい、こんな感じでお持ち帰りもできるんで、行って欲しいなーっていう欲しいキャラがある人は迷わず着いた時に最初に買った方がいいと思います。もう最後の方とかもうほぼほぼなかったです。ほら、見てください、これ食パンマンありますね。もうほぼほぼドキンちゃんとか多分コキンちゃんって人気なんでしょうね。もうすぐ売り切れてますよ多分これ。なんで妻とは最初に行けばよかったっていう話をしました。ほら、もう外で出てみてくださいよ、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。さすが神戸。ポートタワー今改修中なんでこんな風に見えないんですけども、やっぱりね、街並みはね、ほんとね、大阪と違って綺麗ですね。街自体はちっちゃいんですけどね、でもやっぱり綺麗な街並みしてます。で、モザイクのところでアイスクリーム売ってるんですけど、これバニラとピスタチオのアイスクリームなんですけど、めちゃくちゃうまかったです。なのでぜひ時間に余裕ある方はアイス食べてみてください。めっちゃ美味しかったですよマジで。はい、ここなんですけども、はい、いかがだったでしょうか。ですね、アンパンマンミュージアム行ったことないっていう方で、お子さんがねアンパンマン
大好きだっていう方はぜひ行ってみてください。ここではしてないんですけども、あの普通にアンパンマンのショーとかもあってめちゃくちゃそれ盛り上がってたんで、絶対子供の方喜びますね。はい、ぜひ行ってあげてもいいんではないんでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。